こんにちは、皆さん、中山茂樹です。今日もご視聴いただきありがとうございます。今日台湾で、生活していて思ったことをちょっとお話したいなと思います。今日台湾で、生活してる時にふと思ったのが、台湾の人はすごい日本のことを好きでいてくれてすごくいいなっていうのは もちろん感じてるんですけど、今回のそのコロナウイルスの県で少しこう不信感が日本の政府に対して強まったのではないかということがあります。まあ、まずはその対策が遅かったのではないかっていうところと、2つ目がそのオリンピックのことですね。そのオリンピックのことで、すぐ中止にしたり延期にするっていうのを自ら、すぐ率先して言わなかったっていうところが、ちょっとその台湾人の人たちの、ところに、いや、オリンピックまず開催このままできると思ってるのかっていうところがすごいあったみたいで、でまあさっきあのニュースを見ていると、オリンピックは来年に延期するという案が今出ているみたいで、まあ多分そうなるのではないかなと思います。まあ、すごい残念ではあるんですけど、選手の方の安全などを考えた時は仕方ないのかなってのは思います。ただ中止ってなるとやっぱりその国としてもたくさんのお金をかけて、お金だけではなくその人のいろんな思いが詰まっているものなので、そのパタンと一気に中止にすることはできないとは思うんですけど、延期という形であればまだなんとか対応できるだろうし、もちろん選手の方はあと1年ってなるとなかなかその体調というか、その もちろんプレーに影響してくると思うので、もしかしたらその引退とかの可能性がある選手はちょっときついっていうのももちろんあるんですけど、まあ、でも何より選手の安全が一番だと思うので、選手とあと、まあ会場に来るお客さんの安全が一番だと思うので、今回の対応は仕方ないのかなっていうのはすごく思います。ただ、まあ、逆にこれはまあ不謹慎かもしれないですけど、まあ、ラッキーだと思ってあと1年間そのオリンピックに向けていろいろ取り組みができるということを考えれば、全てがマイナスになるのではないのではないかなというのが僕の率直な感想です。もちろんオリンピックを期待して楽しみにしていた人がたくさんいるとは思うんですけども、まあ、一番大事なのは人の命なので、人の命というか、ね、その選手たちがもし感染して選手全員が亡くなったり、選手の人たちが感染が拡大することがすごい怖いというのはあるので、そこは仕方ないのかなと思います。そんな感じです。今日の、台湾で思ったこと、まあちょっとあの台湾の友達のインスタグラムとかを見ているとそういう、投稿があって、やっとかよっていう感じもあるみたいで、やっぱりそれはそうだろうなって思いました。こんな感じです。それでは。